自身で日用化学製品の勉強をするホームスクーリングの子供と母親ホームスクーリングで料理の本を用いつつ実際に料理することで料理法を学ぶ子供たちホームスクーリングでタワーを作るプロジェクトを行っている少年ここでは模型の材料として家庭にあるパスタやマシュマロを用いている構造物の構成法や構造力学の処方を理解していく スポークス、アメリカホームスクールネットワーク。ホームスクーリングは、学校に通学せず、家庭に拠点を置いて、学習を行うことを言う。オルタナティブ教育の形式の一つであり、ホームスクール、ホームエデュケーションなどとも言う。ホームスクーリングが盛んな米国などでは、家庭を拠点としながら大部分の時間を、古外の教育機関で過ごすケースがあるため、在宅教育とともに、 自宅ベース教育という表現を使われる。ホームスクーリングを教育形態で分類すると、教科書などを使い保護者等が教師役を務める、あるいは保護者監督の元インターネットで在宅講座を受けるラーニングアットホーム、他のホームスクール生徒と共に講義を受ける、アンブレラスクール、子供の自主性に任せて、本人の学習する意欲、興味に従って、 教育を進めるアンスクーリング等がある。近代以前は王族や貴族や裕福層など特に一流の人々は子供を学校に通わせずに家庭教師などをつけるなどして自宅で教育することが多かった。自力で優秀な教師を選びに選んでから雇った方が最高の教育を子供に与えることができたからである。家庭教師は引退した教授やポストがない在野の科学者など 大学などに所属していない学者が雇用された。またマナーや教養なども含めた、初等教育全般を引き受けるガバネスも存在した。アレクサンドロス大王は、少年時代、家庭教師として、アリストテレスをつけてもらうことができ、世界最高の教育を受けることができた。17世紀フランスのブレイズ・パスカルも、教育熱心な父親のおかげで、家庭で、 最高の教育を受けることができ、父親自身が教師になって高度な教育を行ってくれたり、またパスカル家にやってくる当時の超一流の学者たちから直接的に最高の学問を教えてもらうことができた。アルフレッド・ノーベルの父親は事業で成功し裕福だったことから息子のために科学者のニコライジーニンをはじめとした学者を家庭教師として複数つけることができた。 ホームスクールの合法性合法ほぼ全域で合法、あるいは実践されているが論争中非合法2000年代に入ると e ラーニングに多くの変革が起こった。著名な大学はその優位性を主張するように競うような形で多くの授業を無料で公開宣伝を行っている。この教育コンテンツはマッシブオープンオンラインコースと呼ばれており、ネットの環境を持っていれば、 世界中で有名大学の授業を無料で受講でき、課題に合格すれば修了証が発行される。2014年にはホームスクーリングをしていた15歳の少年がマサチューセッツ工科大学に合格している。米国では1993年までにすべての州でホームスクーリングは合法とされている。ホームスクーリングを実施する理由としては1990年代後半には 進化論の拒絶などの宗教的な理由が多かったが、2011年の調査では多発する銃乱射事件など学校環境の不安や家庭での道徳教育、学校の指導への不満が多くなっている。2011年時点で150万から200万人がホームスクーリングを実施している。ホームスクーリングは親が子を学習放棄したり無視したり放任するのを防ぐため、 定期的な標準学力テストの受験、親による指導、英語による指導、必修科目の指定、出席記録の教育局へ提出などを州政府がホームスクール法として法的、制度的に定めており、守って実施する必要がある。ホームスクーリングを行う過程を法的に支援するための民間団体として設立された。 ホームスクール法律用語協会の働きが見られるほか、各地の草の根ネットワーク活動が活発である。ホームスクーリング関連のウェブサイト、ホームスクーラー向けの参考書や教科書、また、それを専門に販売する業者や店舗、インターネットスクールも多数存在する。また、主な大学のほとんどが、ホームスクーリング出身者の入学を受け入れている。 ホームスクーリングで教育を受けた後 GED を取得し大学に入学する学生がいるほか、コミュニティカレッジでは GED 対策のためのクラスを設けているところも多い。勝手に自宅で学習させることとは区別されており、ホームスクールをすると主張し通学しなかった高校生が警察によって学校に連れて行かれる例もある。カナダも全州において合法である。 全国的なホームスクーリングのイベントとしては、ザカナディアンオンラインホームスクールコンファレンスとナショナルホームエデュケーションコンファレンスの2つが知られている。北部の3つの順州とプリンスエドワード島州を除く、すべての州にもローカルなネットワークが広がっており、活発な交流イベントを実施している。イギリスでは、学校に赴くことではなく、フルタイムで教育を受けさせることが義務とされている。 そのため、ホームスクーリングは、ホームエデュケーションの名称で法的にも義務教育として認められており、2010年現在で6万人が行っていると推定されている。学校が国の基準を守った教育をしているかを調査する教育水準局の担当者は、ホームスクーリングを実施している家庭を訪問して、教育内容が適切であるかを確認することもある。ドイツでは、 ドイツ基本法には、就学義務を定めた規定は存在しないものの、すべての州で、就学義務が定められている。ホームスクーリングの権利が、ドイツ基本法上を認められるとの主張をもとに訴訟も行われたが、通説、判例は、ホームスクーリングは禁止されているとしている。長期の病気などの場合を除いて、ホームスクーリングは、就学義務違反と判断される。思想。 良心的理由があってもホームスクーリングが就学義務を免除する理由にはならず、ドイツ国内の生徒にとっては通信制の学校も選択肢に入らない。ホームスクーリング実施者は数百人程度と推測されている。ホームスクーリングを実施すると多くの州で欠席した子供を所轄官庁や警察が強制的に学校に連行することができ、これに反する場合は、 過料の対象となる。親についても数千ユーロ以下の過料のほか、州によっては犯罪とされて6ヶ月以下の自由刑や罰金の支払いを命じられる可能性もある。就学を繰り返し拒否する親については、家庭裁判所の判断で親権の停止、または剥奪がされる場合もある。そのため、ホームスクーリングを実施するために国外に脱出する事例もある。 義務教育ドイツでの状況を参照。イスラム社会では女性が教育を受ける権利が著しく制限されている国があり、タリバン政権下のアフガニスタンのように女性が学校に通うこと自体を禁止した事例もある。このような国では女性の教育はホームスクーリングに頼っている。日本では学校教育法の規定から学校に通わなかった場合について、 罰金刑の適用は少ないながらもあり、男女共学反対事件が知られているほか、福島家庭裁判所平支部昭和十四年十月十三日判決と、岐阜家庭裁判所昭和五十一年二月十二日判決は、判例紹介士に記載されている。ただ、上記は保護者の義務違反であって、ドイツなどとは違って、義務教育機関の年齢である子ども自身には、就学義務はないため、 保護者が就学可能である要環境等を十分に整えて準備したにもかかわらず子供の自由意志で不登校である場合は法律上の義務に違反した扱いにはならないこのように日本ではホームスクーリングは広くは認められていないが不登校の児童生徒に対しては柔軟な対応をすることを認める通達を出すなど変化も見られる過去においては明治五年の学生は 教育年限を定めたものの強制力は弱かった。1879年の教育令以降は、1941年の国民学校令までは市町村長の許可を必要とするなどの条件を満たすことで別途普通教育を受けることが可能なものは学校に入らなくても良い旨が規定されていた。例えば、1九百年の第三次小学校令であれば、 第36条第1項ただし書きの規定により、保護者は義務教育として、家庭またはそれのほかにおいて尋常小学校の教科を習得させることができた。2016年に成立した義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、通称教育機会確保法によって、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の 実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることを自治体の責任とすることが明記された。ホームスクーリングを選ぶ理由は各家庭によって様々であるが、比較的多い理由は次のようなものである。ホームスクーリングを選ぶ理由。ムセスの報告米国での調査。ホームスクーリングを選択した、重たる動機。 インスティチュートオブエデュケーションサイエンシズによる調査2008年報告。調査によって若干分類や分析が異なる。分説の調査報告によるとホームスクーリングの方が子供により良い教育を受けさせられるからというものが最上位である。アメリカ合衆国では宗教的な理由が上位に上がる。宗教的理由とは世俗的価値観から。 子供の精神を守るためにホームスクールを行うことである。このような過程では、キリスト教的観点から書かれた教科書や性教育副特本を用いたカリキュラムを利用し、アンブレラスクールに所属することが多い。思春期にあたる小学校高学年から中学校までなど、期間限定でホームスクーリングを行うケースもある。もう一つの特徴として、 教科書や机に拘束される、学校環境を嫌う家庭、あるいはアナーキストや反体制主義者で学校組織に組み込まれるのを嫌う家庭の子供も学校に通わない。前者は学校環境に縛られない、興味本位の学習手段アンスクーリング。後者は反組織主義を念頭に置いた脱学校と呼ばれる。また、職域を気にし通わせないなどの家庭もある。 上記に挙げられた理由により、学校に入学する以前から、ホームスクーリングを選択する場合と、入学したが学校に馴染めず家庭で学習を継続する場合がある。その他期間限定あるいは、毎年交互にホームスクーリングと私立校への通学を行うケースもある。また義務教育すべてを、自宅やアンブレラスクールで行う方針の過程もあれば、 軽度の学習障害やパニック障害を持つ子どもを家庭で時間をかけて学習環境にならせていき最終的に一般校に入ることを目標にする家庭もある。子どもの性格に合わせ兄弟であっても一般校へ通学する子どもとホームスクーリングを受ける子どもがいる家庭もある。このようにホームスクーリングといっても様々な背景、動機による異なった形態がある。日本では いじめや不登校、健康上の問題など子どもの事情で在宅学習を進めるケースと、早期英才教育、ギフテッド教育、イマージョン教育を望んだり、教授言語を英語にして海外の大学等へ進学させたい保護者が導入するケースがある。ただし、日本においても一部のアメリカ人宣教師が開拓した教会においては、アメリカ合衆国と同じように宗教的な理由で、 これを行っているケースが最近多くなってきた。千葉県千葉市内にあるお弓のキリスト教会のスタッフらはそのような理由でホームスクーリングを行っており、礼拝説教の中でも奨励している。ありがとうございます。